この間インスタのストーリーで私に質問したいことみたいなのを募集させていただいて、それのお返事をしていきたいと思います。送ってくださった方ありがとうございます。まず、彼氏いますか？これはですね、決めてることがあって、ファンイベントとかで来てくれたファンの人にしか言わないって決めた。そんなセリちゃんの弱点が知りたい。私の弱点は予想外の展開が弱点です。最近おすすめの食べ物。最近おすすめか、柚子胡椒にハマっていてひたすら湯豆腐してます。あ、またセリナさんの彼氏がいらっしゃるのか知りたいです。みんなこれについて知ってること以外知りたいらしい。知ってること以外長くなりそうだ話が。自分の将来の夢、なんだろうな。将来は自分のなんか苦手意識強いこととかを克服したい。美しくて綺麗なセリナさんでも美に対して悲しくなることもありますか？美に対して悲しくなることか。なんか美に対して悲しくなることがあるって思った瞬間にそれの対策法を考えるのかも。美に対して悲しくなることがあればあるだけその分プラスに考えられるから、今もこのなんか毛がちょっと気になるなっていう風に対しても悲しいことがあります。セリナちゃんが元気で幸せに過ごしているかは知りたい。私セリナちゃんが発信したことだけ信じてる。嬉しい。元気にで幸せに過ごしているっていうことをいっぱいちょっとお伝えできるように更新していこうかなって思います。座右の銘。座右の銘ってあんまり考えたことないけど、今パッと浮かんだのはパボンのパパのセリフかな。なんだっけ、なんとかなるさみたいなやつ。これでいいのだ。 3N48 全員卒業10周年記念のコンサートかイベントでやれそうですか？まあ、動いてはいるんですけど、どうなることやら。まだちょっとはっきりとしたこと言えないんですけど、やれるように動いてます。あなたと結婚する方法。私と結婚する方法、そうだな、なんだろう。遠くにいてもテレパシー使えるくらいな感じ。体重好きな色。体重は45キロ。45キロ。45キロ。ちょっと待って、読み上げてください。46.7キロです。でした。ちょっと最近測ったら。好きな色は、部屋は白とかミントグリーンの家具だったり、服はこういうなんかベージュっていうの、ピンクベージュとかそういう、なんだろう、色が多いかな。彼氏はいるんですか？3人目だ。これはちょっと特別な回でこういう話はしたいなって思います。特別な会で聞かれたら答えるってこと、そうだね。そういうところに来てくれてる人は信頼できるもん。噂話をされた時の気持ち、全く見当違いみたいなくらい違う話をされたら結構笑い話とかにしちゃうけど、微妙に、なんだろう、信憑性が強いような噂話されると、なんかでもね、どうしようもないしな。周りの人たちが噂話とか耳にしても、耳から右から左に流れるぐらいの感じだったらいいかなっていうか。写真とかテレビで見るより実際に会った方が可愛いという噂。いい噂ですね。でもどっちなんだろう。写真とかテレビで見て可愛いって思われた方が、だって実際会うことってあんまりないじゃん。どっちがいいんだろうね。どこに行けば友達になれますか？どこだろう。運命的なシチュエーション。例えば、私が犬の散歩をしてて、向かいから犬の散歩がしてて、犬同士が仲良くなって、散歩コースも時間も一緒とか、そういう、何度も何度も会うとか、時間がかかります。セリナちゃん、ティーバッグしか履かないという昔話があったので、実際どうなったのか気になる。
これはですね、アイドルグループ時代の時に衣装で下着がもう用意されてて、私普通のティーバッグじゃない下着を着るとその衣装からはみ出ちゃったりするからティーバッグ用意されてたっていうことから始まって、自分でも普通になんか下着買うときにセットアップで買うことが多いんですけど、そのセットアップ買うときに下着はティーバッグを選ぶっていうのをずっとやってましたね。服作りってどんなことしてる？営業とかスピーチする機会が増えてきて、顔と名前以外全部変えろって言われて、それってある意味違う人を演じることなのかなって思って気になってた。なるほど、顔と名前以外全部変える、営業とかスピーチするときにってことか。前私ボイトレ行ってたときに、なんか営業やってる人とかもいて、スピーチとか話するときの発声とか喋り方で相手に印象すぐ与えるっていうから、ボイトレとかからっていいんじゃないですか。全部変えろっていうのも極端すぎる気もしますね。アイドルになるために行ったこと、アイドルになるために行ったことは、まずはアイドルになりたいって思ったことですかね。アイドルになるためにはアイドルになりたい。で、アイドルになってからダンスレッスンしたりとかダイエットしたりとか、そういうことはしたかなって思います。僕と付き合ってくれませんか、友達から お願いします。恋人募集してません。今現在彼氏いますか、またいない場合欲しいですかっていう、またやっぱこれは知りたい情報なのかな。なんか私生きてきて人に彼氏がいるとか彼女がいるって気にしたこと全くなくて、別に知ったところでそんな人に興味がないのかな、わかんないけどなんか別に知らなくてもいいかなっていうふうに思ってしまうから、例えば初めましてので友達になりそうな子に、私の名前は何々です、何歳です、彼氏はいますとかってわざわざ言わないわかんないけど、うん、あといない場合もうなんか欲しいってこの方思ったことないかもしれない人生で。なんか中学生の頃とかみんな好きな人が誰々とかいう話で盛り上がり始めた時期とかも、好きになるってどんな感情みたいな。人生の中で恋愛っていうことがマストじゃないのかもしれない自分の中で。ゴルフ一緒に回りたいです。暖かくなったらゴルフコンペしましょうか、みんなで。結婚願望ありますか。結婚願望はあるんですよね。でもいつになっても結婚してないし、あまり考えたことはない。好きな男性のタイプを教えてください。なんか優しいとか頼りになるとかそういうありきたりなことかなでもなんか昔の写真集に好きなタイプテレパシー使える人って書いてあってさっき同じこと言ってるわって自分で思った。じゃあ1年間1回も会えないとかでも元気でどこかで生きてるんだなって、そういう風に思える人がいい。20代のうちにやっておいた方がいいことは、これはね、とにかく体力がいっぱいあるうちにめんどくさいっていう言葉を一回なくして、どんなことでもいろいろやった方が、30代とかになってなんか記憶値にあれだけできたっていうものが残るから、20代の時にこなせたことが自信につながったり、自分はあれだけはできるとかいう風に思えるから、体力あるうちに何でもかんでも自分の限界までやるといいかもなって思います。世間で誤解されていることは何ですかっていうのがあるけど、これなんか今度さ、ネット記事拾ってきてそれの実は真相はこうですみたいなやつやろうかな。それが一番なんか手っ取り早いかもね。はい、ということでこんな感じかな。まだまだたくさん質問いただいたんですけれども、また今度のタイミングで続きができたらいいなって思うし、また新しい質問も募集していけたらいいなって思います。たくさんありがとうございました。またねー。